つについての、漫画を見つけたので、今日はこれを皆さんに、紹介したいと思います。この漫画はですね、すごい、フィクションなんだけど、北海道のドイツ人が、日本人の旦那さんとの、まあ、新生活みたいな、それでこう、ストーリーなんですけど、まあ、割とね、面白いんですよ。だから、なんかこう、北海道でドイツ人の奥さんと日本人の旦那さんがどうやって、こう、なんか、仲良くやってるかっていうことと、あと、なんか漫画の中で、ちょっとドイツと日本のなんかこう、文化の違いについてなんかこう、ストーリーみたいなのもちょっと書いてあるので、割と皆さん読んでみて感想を教えてきてください。これもね、結構読んでみて面白かったです。で、動画の下にこの漫画のリンクを貼っときますので、まあ、気になってる人がいたらAmazon で多分買えるので、まあ、よかったらこれも見てきてください。これ日本語でドイツについての漫画です。Bis zum nächsten Mal! Tschüss!